風が心地いいぜ。部屋にいるよりずっと涼めるぞ。空気が澄んでてなんだか生き返りますね。今日は特に空の色が鮮やかに見えます。こういうのを味わえるのが気空師の醍醐味だよな。冒険のご褒美みたいに思えてくるぜ。なあ、ねしし、団長って立場だといろいろ大変だよな。まあ次の島までは気楽に行こうぜ。あ、二人とも、あっちにも団員さんたちがいますよ。皆さんもここで涼んでるのかな。ああ、本当だぜ。確かに何人か見えるけど、日陰だと誰が誰だかわかんねえな。そっちのやつは昼寝か？こっちのやつは機械か何かいじってて。はあ、選手にいるあいつはなんで水着なんだよ。お肌を焼いてるとか？おいおい、バカンスかよ。空の上だって危険はあるだろう。まあでも今日は快晴ですので、魔物とか近づいてきても一目で。お、なんだ？は、二人とも見てください。変な雲が空を覆ってます。これは積乱雲の類か？とっても大きいですね。島が何個か収まっちゃうほど。でもいつの間にここまで。だってさっきまで快晴だったんだぜ。この雲は本当に積乱雲。ふい、なんだ、雷でも光ったのか？こりゃちょっとまずいな。ここはひとまず嵐に備えようぜ。わかりました。私は洗濯物を取り込んできます。いや、任せたぜ。お前は団員たちに指示を。ちょっと待てよ。そのうんどりや。何ですか、 B さん。急がないと雷が落ちてきちゃいますよ。でも、お前、平気なのか？ちょっと、B さん。平気って、何を言って。ん？パワー！浮いてる！私なんか、宙に浮いてませんか？おいおい、一体何が起きたってんだ？この現象も積乱雲のせいなのか？お前は何か知ってるか？お前もかよ。今度は何ですか？わかんねえ。でもこりゃ明らかにオイラたちを狙って当ててきたぞ。私たちを狙って？そんなのまるで生きてるみたいな。
ず安心ですね。ああ、三人ともなんとか無事だったな。オイラたちもさっき起きたばっかでよ。ここがどこだかわかりますか？ここはきっと例のクラゲの胃袋だぜ。オイラたちは餌だったんだ。この海に見えるのも胃酸か何か、触るとピリピリするのはそのせいだな。でも他のことはまだわかんねえ。なんだって胃袋に島があるのか、どうすりゃ脱出できるのか。そうですね。あと気になるのは他の団員さんたちです。船は吸い込まれていないみたいなので、艇内にいた人たちは平気だと思いますが、甲板にいた人たちは多分。間違いねえ。吸い込まれるときあちこちで悲鳴が聞こえた気がするぜ。はい。ですので脱出よりも先に皆さんを探さないと。そうだな。ちょうどこいつも起きたんだ。脱出運動はみんなが揃って。待てよ、みんなこの島にいるもんなのか？あ、確かに他の島にいる場合も。でも遺産を泳いで渡るのはさすがに。骨も残んねえだろうな。この距離だとオイラが飛んでっても。ルリア、何を見てるんだ？あ、いえ、あっちの木陰に何か。よかった、お前ら目が覚めて。うわあ、かわいい。二人とも見てください、コアラさんがいますよ。こりゃ驚いた。普通に動物もいるんだな。でもこいつの顔はあれだな、コアラってよりタヌキだろ。初めて見る種類の珍獣だぜ。誰がタヌキだ。喋った。さっきから喋ってるだろ。あのお話できるんですか？私たちいろいろ困ってて。ちょっと待てよ。そもそもお前らは。私たちの他に漂流者を見てませんか？皆さん一緒の気空団の仲間なんです。ただ他の島に着いた可能性もあって。おいルリア、他の奴らが心配なのはわかるけどよ、タヌキの奴明らかに困ってるぞ。だから俺はタヌキじゃねえ。そんでお前ちょっと落ち着けって。こっちに来るな。待って、珍獣さん。ルリア、一人で動いちゃ危険だぜ。未知の場所では慎重に。ん？なんだ今の音は。行くぞ！なんだよこれ、まるで腕がゴムみたいに。待て、今日の晩飯。晩飯ってまさかオイラのことかよ。よく見ろ、オイラを食っても。気絶してたからとりあえず助けたけど、飛空団ってなんだ。
まさか海軍の仲間じゃねえだろうな。待って、私たちはさっき目が覚めたばかりで聞きたいことがいっぱいあるんです。なんだってんだよ、オイラを食ったってうまかねえぞ。気にすんな、食ってから考える。ダメだ、腹が減って。もう一体どこまで追ってくるんだよ。とんでもねえやつに関わっちまったぞ。はいはい、本当だぜ。あの珍獣もゴム人間も何者なんだよ。珍獣、あの羽が生えたトカゲのことか。ちげえよ、オイラはドラゴンだぜ。珍獣は角が生えたタヌキのことで。お前かよ。追いついた。お前たちも一緒かよ。ちょっとルフィ。ナミカ、どうした。言ったわよね、お風呂の代わりに湖で泳いでくるって。ああ、ちょっと晩飯を追っててよ。なんちょっぱ。晩飯？何の話だ。いいから、とっとと出てけ。わあ、ゴム人間が一発で伸びちまったぜ。すごいですね、頬が真っ赤に膨らんで風船みたい。平気平気、この程度はかすり傷ですらないわよ、海賊だもん。あ、そっちの彼も同罪だから、覗き代は10万ベリーで許してあげるって。というか、あんたたちは。あ、こいつらも漂流者だ。さっき目が覚めたんだよ。そっか、ルリアたちも災難だったわね。私たちも似たような状況よ。ナミさんたちの仲間もあちこちに。うん、でもみんなを探そうって矢先にルフィがね。謎の場所で謎の門を拾い食いって、そんなの腹を壊すに決まってんだろう。おかげで今朝までずっと立ち往生だ。なるほどな。何日も飯が食えなかったせいで目の色を変えて追ってきたのか。ヒヒヒ、悪かったなお前ら。つまり私たちもまだ仲間を探せてないの。でも異世界のどこかにはいるはずよ。異世界？クラゲの胃袋の呼び名だ。ルフィが決めたんだぜ。かっこいいだろ。でも森とか湖とかさ、細かいところはまだ決めてねえんだ。お前らが記念に決めてもいいぞ。いいんですか？ありがとうございます。頑張って考えますね。おいおい、今はもっと他に考えるもんがあるだろう。この異世界についてとかよ。すみません、なんだか冒険心が湧いてきちゃって。思ったより肝が据わってる。気に入ったわ、ルリア。私も一応気空師ですので。気空師？
まあ、この異世界について言えるのは、遺産に浮いてる島みたいなのはすべて、いわゆる遺跡だろうってこと。遺跡っていうのは、胃袋に溜まった消化不良の餌とか、体内の物質がいろいろ固まったものね。その遺跡がいくつか群島状に、この一帯に寄り集まってるみたい。今オイラたちがいるここも遺跡なのか？木も草も生えてて普通の島に見えるぞ。きっと長い年月の中で餌ごと吸い込んだ動植物が根付いて独自の生態系を築いたんだと思うわ。そういえば確かに初めて見る植物ばかりです。私たちにとってもそう。このクラゲは世界中を巡ってるのかもね。人間には想像も及ばない場所さえも。ま、この数日の観測で分かったのはそんなとこかな。ありがとな。お金でいろいろ分かったぜ。この後はどうするつもりなんだ？この遺跡には数日いてまだ誰も見つかってねえとすると。ああ、イカダを作って遺産を渡る。他の遺跡で仲間を探すんだ。サニー号が見つかるまではそうなるわね。このクラゲ、人間だけ吸い込んでたみたいだし、それしか。なるほどです。皆さん海賊さんですもんね。イカダもちょちょいのちょいで。ルフィの看病のせいでまだ全然できてねえけどな。はあ、ああ、そうなんですね。でもそろそろ捜索を急がないと。仮に食料がない場所に漂流してた場合、飲まず食わずだとさすがに限界だもん。問題ねえ。こいつらの協力があれば半日で作れる。ん？こいつらって？他に誰がいるんだよ。お前らも仲間を探すんだろ。力を合わせた方が早いに決まってるな。そうですね。ここで会ったのも何かの縁ですよね。決まり。3人とも改めてよろしくね。おう、よろしくな。よし、じゃあひとまず腹ごしらえだ。俺はルフィ、海賊王になる男だ。よろしくな。はい、こちらグランブルーファンタジーのワンピースコラボ第1話出会い、いかがだったでしょうか。いやあれだね、このグランブルファンタジーのキャラクター、まあ、自分のキャラと麦わら一味の、まあ、ルフィだったりナミ、チョッパーが、まあ、今回、出会うことになるんですけど、まあ、そこでね、まあ、どういう冒険があるのか楽しみですね。第2話異世界の冒険、まあ、次でそこもね紹介していけたらと思います。まあ、ほとんどがねこう話す感じのやつだから、あまりこうちょっとね声入っちゃうと集中できないかなと思って、まあ、このようにまあ感想を言えたらいいかなと思います。では、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、そして評価やコメントなどよければお願いします。ではまた、バイバイ。